はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第233回でございます。で、今回テーマが3月9日についてのいろいろな話というテーマで話していきます。えー、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、えっ、ー、と、3日前になるのかな ?4 日前ぐらいかな にえー、3月9日をね、歌ってみたっていう動画を初めて、まあ、歌った動画を出したわけですよ。で、それを昨日ですね、えー、削除させてもらいました。で、本当は今週のダラダラジオで、歌う経緯というか、その歌い、なんだ、歌う動画を撮ろうと思った思いとかを話そうと思ったんですけど、まあ、それも話します。話すんですが、それプラス、えー、なぜ削除することに至ったのかっていうところまで今回話していきますので、 少し長くなるかななんないように気をつけますけど、あの、よかったらね、最後までちょっと聞いていただけると嬉しいです。はい。で、あとなんかね、最近オフ会やんないですかっていう質問もあったので、それもちょっと最後にちょろっと話して終わりたいと思います。では、参りましょう。でね、まず、えっ、ー、と、まあ、歌うことになったきっかけという経緯に関しては、あのー、まあ、卒業生がね、まあ、なんだろう、毎年こう見てくれる方が、 増え、ありがたいことに増えているからさ、それと比例して、まあ、卒業していく方も増えるわけですよ。だからコメントとかさ、まあ、ツイッターにしてもそうですけど、メールとかもそうだね。こう、卒業しますって、あの、お世話になりましたとかさ、こう、特に高校生だとも終わりだから、そういうのすごいもらうようになって、なんか、なんかそういう子たちにやりたいなって思ってて、で、まあ、歌と、歌動画に関しては昔から結構リクエストはいただいてたんですけど、こう、ちょっと前にさ、なんだっけ、 あの、リクエスト集の中でシャルルをちょっと歌うってうのやりましたけどね、ネタというかそこちょっとだけね。でも、まあ、一本の動画としては、ね、そんな歌唱力もないし、それはどうなんだろうと思ってずっと避けてたの。けど、まあ今回なんかしたいなって思った時に、そのリクエスト、今回またもらってたから結構、じゃせっかくだし、ちょっとやってみようかなと思って。ただ俺はその、今回撮ってたマイク、そのなんだろう、歌を撮るようなマイクみたいなの全く持ってなかったから、 そういうのもあって、用意するのもあれだしなとかって思ってたんですけど、その今関わってる仕事で、そういうちょっと音楽の、に精通してる方がいらっしゃって、で、お願いしたら、あ、全然取り行きますよって言って、わざわざ東京から、その自分の自宅まで、まあ、他の仕事のついでもあったんだけど、来ていただいて、で、その機材を借りて、 撮ったんですよ。だから、あの、もしね、動画見てくれた方はわかるかもしれないんですけど、自分がその撮ってた自分の顔の後ろに、お三方いらっしゃったからね、三人。もうすごい照れながら、恥ずかしいって思いながら歌ってましたけど。そうそうそう。で、まあそんなこともあって、ね、あの、いろんなその力を借りて、あの動画の撮影に至りました。実際上げてみて、正直も編集しながらドキドキだったし、あのー、 自分のね、歌声だけで顔なんか出さなくていいんじゃないかなとも思ったんだけど、でも、せっかくだったらこう、歌ってるところを見せた方が伝わるかなっていう、あの、生意気っすけど、結構こうね、歌ってる時は卒、いろんな子たちのリップラインをその歌う直前に見て、こう、卒業していく子たちのことを思って、届いたらいいなって思って、ちょっと頑張って歌わせてもらったものだったから、そう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 。で、まあ編集して、実際上げて、 まあね、もちろん低評価もありましたけど、あの、ちょっとね、厳しいご意見もありましたけど、コメント欄に。でも、なんか、いい風にというか、プラスに受け取ってくれた方がね、すごく多かったみたいで、あ、良かったなって思ったんですよ。とだからそんなこともあって、あの、撮影というか、動画に、を撮影させてもらったんですね。っていう話を、ここまでしようと思ったんですけど、じゃあ、なんで削除になったかっていうと、えっと、まあ、動画見てない方はちょっと分かりにづらくて申し訳ないんですけどね、その、歌ってる中に、 えっと、卒業関連のイラストとか、あと写真ですね。あ卒業式撮った写真みたいなのを、えっ、ー、と、自分のツイッターで募集したんですよ。そういうのちょっと送ってください。で、動画で使っていい画像と、えっ、ー、と、写真あったらお願いしますっていうのを募集させてもらって、で、それを貼ったんですね。ちょっと編集しながら。で、そのイラストの中の一つが、リプライをくれた方本人が書いたものじゃなかったんですよ、今回。 で、それを気づかなくて自分が。で、その使っちゃったんですよね。で、そしたら、本当に書いた方、ね、が、えっ、ー、と、昨日連絡をくださって、で、えっ、ー、と、DM をね、させてもらって、で、もう本当にその方とは若いというか、お話がもう済んだので、あの、大丈夫なんですけど、こう、そう、まあ、知らなかったとはいえさ、無断天才に違いはないから、うーん、だから、えっ、ー、と、その方はね、すごくいい方なの。いい、本当にいい方で、 こうまあ、自分のね、ツイッターの ID とか載せてもらえれば、あの消さなくても大丈夫ですよってあ、そのまま投稿したままで平気ですって言ってくれたんだけど、でも、それはやっぱ筋が通ってないと思って自分の中では、事前に許可を取ってるんだったら違うけどさ、その方がさ、こう、なんだろう、うーんと、なんだろう、気遣いで心遣いで甘えてそうなってしまうことはやっぱ違うなと思うし、うん、だから、削除するという形になりました。 で、まぁ、あ、今回、こういうことになったのは、一番はもう自分のせいです。うん、俺のせい。自分がちゃんと確認をしなかったのが悪い。し、その、だって今考えれば、結構こう、まあ、顔写真に関してはさ、みんなにこう、ぼかしたりとか、顔がわかんないように送ってねって思ってたの。そう。で、そう思った理由は、ただ単純に自分のユーザーの子の顔を動画で使いたくなかったのもあるし、あとは、例えば全然関係ない人の画像、 を送ってきた場合、まずいなと。あの写真をね。だから自分が送ってられるんで、他人の顔が載っちゃったら、まずいじゃん、動画で。って思ってその配慮をしたのね。でも、イラストに関しては、別の人の持ってくるって発想にならなかったんだよね。だから、その送ってくれた人にさ、一人一人にあなたが書いたんですかみたいなチェックをすればよかったんだけど、それを怠ったよね。俺が爪が合わなかった、そこに関しては。うん。だからもう今回、ほんといろんな方にさ、力を借りたのに、 まあ、こういう結果になってしまったんでね、ほんと申し訳なかったです。で、まあ実際ね、まあ今回のことはあって、ちょっとこう反省して何かに活かそうと思ったら、えっ、ー、と、まあ自分自身ね、俺自身に関してだったら、そういうことをやるときには、まあちゃんとチェックをすること、まあしばらくはこういうことは多分やらないと思いますけど、何かを募集するとかっていうのはね、ないと思うんですが、そう。で、あともう一個は、やっぱり、えっ、ー、と、今回の件があっていろんな方とちょっとね、お話しさせてもらって、 こう、例えばネット上特にツイッター上にある、えっ、ー、と、まあ、え、絵師さんっていうのかな絵を描く人、イラストを描く人、絵師さん合ってる違ったらごめん。そのイラストを描いた方のやつに、やっぱ著作権というか権利があることを、ま、なんだろう、把握してなくって、そこに載ってるんだったら勝手に使って一生みたいなノリがあるらしいんですよ。やっぱり若い子の中で。で、やっぱそれはやっぱ絶対違うので、うん。イラストにしても写真にしてもそうだね。 みんなが見れるところにあるんだからいいでしょっていう認識があるらしいんだけど、えー、それは絶対ダメですね。例えば、ま、今回みたいに自分のね、その動画に使っていいものを募集してますってなった時には、基本的には自分で書いたもの。まあ、自分自身を撮ったものだったりとか、あとは、えっと、フリー素材ってありますよね。フリー素材もネットで検索したらいっぱい出てきますけど、フリー素材っていうのはそこで使ってるし、あと、なんだろう、書いた人たちが好きに使っていいですよっていうフリーのために、 やってるものなので、まあそれだったら構わないんですが、まあネット上に転がってるもの全てがフリーではないので、まあもしね、あの今後、まあわかんない、俺じゃな、俺だけじゃなくってさ、何かの機会に、何かをみんながしようとした時に、あの変なとこで、こう俺みたいにこう突っかかっちゃうと、ね、あれだから、まあ気をつけてもらえたらと思います。はい、という感じです。本当にね、お騒がせしてすいませんでした。で、まあ昨日、その百除してからさ、 あの、もう一回投稿してくれませんかってありがたいことにいっぱい言っていただいてて、本当にね、今こ、このダラダラジオを撮っているのが、その問題発覚してからもう2、3時間後なんだよ、まだ。で、えっ、ー、とー、なんだろうな、正直それを見た時にあときに、じゃあもう一回投稿しようかなっていう気には今なってるんだけど、思ったよりちょっと自分がシュンとしてしまったて,て、今。そう。これは撮っているときにはね。だから、最初はもう投稿する気全然なかったんだけど、でも正直、その、 録音録音っていうか、音声を撮るにあたっても、そのさ、力を借りてるわけだし、それを形として残せないっていうのは、なんかやっぱ違うよなって思ってて、多分、多分だけど、もう一回投稿するかもしれないです。そう、かもって言わせて、ちょっと決定じゃないからね、何なんとも言えないんだけど、という感じです。ちょっとね、なんか暗い話になってしまって申し訳ないんですが、まあ、そんなことがありました。はい、という感じです。 で、最後に、えっ、ー、と、その、オフ会ですね。なんか最近結構聞かれるんですよね。オフ会やんないんですかっていう。で、実は、自分、オフ会ちょっとやったことがあるんですよ。ちょこちょこっていう。で、自分はすごい少人数のオフ会というか、がよくって、あの、大人数の集めた時に、それをね、なんかできないんですよ、うまく。できないから、まあ、あっても5、6人とかの少人数集まりでやったりとか、1対1であったりとか。 うん、するのは何回かやったことがあるんですけど、で、今のところ4月にもうちょっとやれたらいいなとは思ってます。まあツイッターでは少し話したんですけど、で、ただ、自分オフ会とか、そういうなんかイベントをやった時に動画を撮らないんですよ、全くもって。そう。で、動画を撮らないし、なんか個人までとやりたいなと思って、基本的には YouTube 上では、 えっと、発信しないです。こういうことやります。みたいなことも。基本的に全部ツイッター発信になってしまうので、まあ、もし気になる方がいればね、まあ、そっちをチェックしてもらえたらと思います。はい。ただ、そんなに頻繁にやらないんで <laughs>、あれなんですけど、まあ、もし興味あればね、ぜひ。えっ、ー、と、ツイッターは、ひらがなの配置で検索してもらえると、漢字じゃなくてひらがなでね、配置ひらがなと3文字で検索すれば出てきますので、まあ、よかったらね、チェックしてみてください。 はいという感じでございます。あのー、ま、あ途中でも話しましたけど、本当にね、あの、今回は自分の爪の甘さと、まあ、認識の甘さですね、が招いたことなので、本当にいろんな方にね、ご迷惑をおかけしてすいませんでした。あのー、なんだろうな、人生経験通過、うん、として、あの、活かします。この先の人生にね、うん。 はい。という感じで、じゃあ次回また何か喋っていきますので、よかったらね、また次回のダラダラ書聞いてみてください。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。